大輔な、子供の頃からずっと女の子になりたいって思っとってん。初めて打ち明けられたんは小2の時やったかな。なんやいきなり、これから毎日神社にお参りするとか言い出して。女の子になりたいなんてお願いされてもさ、神様かて困るやろに。それから7年間一日も欠かさず毎日お参りしとんねん。7年。うん、最初はアホらしいって思っとったけど、大輔は本気やねん。笑ってまうくらい真剣やねん。